商品例関西フーズは、力丸のブランドで回転寿司チェーン店を運営する日本の企業。本社を姫路市に置き、神戸、姫路エリアに12店舗を展開する。池巣を設置し、全国の漁港などから仕入れた魚を客の目の前で捌くなど、低価格路線とは一線を隠すグルメ志向の経営方針を特徴とする。1980年に創業者の福永広之が、 1> 第1号店となる、くるくる寿司間店を開店。1988年には、寿司プラザの名称で、回転寿司チェーン店の展開を開始。回転寿司ブームの到来とともに地盤を強固とすべく2001年により、順次、寿司プラザから、力丸と、めぐる鮮魚港に、名称変更し、安さだけではなくグルメ志向の回転寿司への路線を、歩む。 当初は郊外型店舗が主体であったが、駅前型への展開も強め、姫路から東の地域への進出を図っている。野号の力丸の名は、二代目、社長、福永力王の力と漁船の名に用いられる、丸を由来とする。巡る船漁港は漁港に水揚げされる海船を回る寿司屋で、お腹いっぱいどうぞとの思いから名付けられた。2017年11月よりは、 力丸に統一された、としている。価格は一皿100円から設定しながらも、低価格だけを追求した回転寿司店とは一線を隠し、100種類を超えるメニューと晩秋張りま前へとれの、新鮮な魚を使用。池巣を設置した店では、旬の寿司ネタや、池魚などを備え、池巣で泳ぐアジタイ、ヒラメなどの魚を注文を受けてその場で捌く演出を行っている。 平日のランチメニューには1000円を切る低価格で海鮮丼ランチや日替わり握りランチなどを提供している。イケスの置かれた店舗、晩秋張り間前トレの魚が泳ぐ店内、3つのこだわりとして以下を挙げている。年3から4回貸し切り店舗で子供向けの寿司職人体験教室を実施している。寿司店は厚生労働省の2008年調査で、 一万三千件も減少しており、市場規模は縮小。寿司職人の志願者も減少していることを危惧した同社が地元貢献の一環として企画したものである。兵庫県姫路市長壺 179-9-ABCD 株式会社関西フー図公式サイト会社概要。2019年6月10日閲覧。AB、ハリマのランチの美味しいお店。 ハット ABCD 株式会社関西フーズ公式サイトマイナスビジョン2019年6月10日閲覧姫路ウォーカー2012年版 P51 姫路城ウォーカー日経トレンディ2015年12月号神戸新聞2014年3月28日寿司職人になろう姫路関西フーズの体験教室公表ハット AB 株式会社間サイフーズ公式サイトマイナスイベントキャンペーン情報6月6日神戸三宮センタープラザ店グランドオープン2020年7月6日閲覧 AB 神戸ランチタイムズ回転寿司リキマル神戸三宮センタープラザ店マイナス2020年6月6日オープンメニュー値段一覧20年5月26日2020年6月6日 2020年7月6日閲覧。株式会社関西フーズ公式サイト店舗情報。2019年6月10日閲覧。株式会社関西フーズ公式サイトマイナスメディア。2019年6月10日閲覧。ありがとうございます。